本日は火葬場の都市伝説についてお話ししていきたいと思います。どうですか、火葬場に関する都市伝説というふうに聞いて、一番皆さんの中で有名なのが、火葬をしたら実は生きていてそのまま焼かれてしまった、そういった都市伝説聞いたこと、ございませんでしょうか。私実際に働いていた、側からするとですね、基本的にありえない話でございます。ではなぜありえないのか、こちらを説明していきたいのですけれども、例えば皆さん、人は亡くなったらどうなると思いますでしょうか。一つがですね、死後硬直という言葉を聞いたことがあるかと思います。この死後硬直、これも個人さんによっていろいろあるんですけれども、あれちなみに何が硬直しているかというと、あれは筋肉でございます。なので、例えばですよ、長く病院生活、入院生活を送られているご老人の方だったら、筋力が衰えておりますから、そういった意味ではあまり死後硬直しないことも多いんですが、それでもそれなりに若い方であったりとか、中年の方であったりすると、死後硬直すごく硬いです。もう全く動かないというような、すごく硬い状態になります。では皆さん、死後硬直して固まっている方が生き返ると思いますでしょうか。というふうに考えると、あ、確かになというふうに思われると思います。でそしてもう一つ、現代ではそもそも棺の中にドライアイス、これを入れることがほとんどでございます。それを、ドライアイスをですね、入れることによってご遺体が朽ちていくのを防いでいく、朽ちていくのを防ぐ、匂いが出るのを抑えるというのもありますし、でそして例えば、僕ですね、今、鼻や口やで、そして下からですね、何の液体も出ておりません。汗は出ますけれども、でこれなんで出ないのか、それは僕が生きているからなんですね。ということは、亡くなった方はどうなるかというと、体の中の水分がいろんな穴から出てきます。なのでその液体を防ぐためにドライアイスを置いていく。なのでドライアイスの置く場所って結構決まってるんですよね。例えばこの首元あたり、ここに当てることによって口や鼻を防ぐ、下っ腹あたり、そこを防ぐことによって下の方から何か出てくるのを防ぐというような、そんな感じでございます。でその上でなんですが、そのドライアイス、例えば胸の上に置いたとしましょう。数時間経つとカッチンカッチンになっています。例えば僕が生きている状態で棺に入ってドライアイスをここに置かれました。生きていても死んでしまいます。そんな状態でございますから、その辺りを考えていただいても、あ、確かにそれはありえないなということが、分かっていただけるかと思います。ですがこの生きたまま火葬をしてしまったというこの都市伝説、それでですね、やはり、そういうふうに思わせてしまうような背景というのがあるんですね。例えば生きたまま火葬炉へというような、そんな見出し、そういったことがですね、週刊誌ですとか新聞で過去に何度か報道されております。皆さん、見出しを見て興味があれば本文を読むでしょう。でも見出しだけ見て、本文あまり興味なければそのまま見ずにスルーすると思うんですよね。その時に見出しに「生きたまま火葬炉へ」と書いていたら、あ、生きたまま火葬炉で火葬したんだというふうに思われてしまうのも、これは不思議なことではないかなというふうには思います。でその中で「被害者を火葬炉へ」というような見出しの事件がございました。この事件はですね、非常に、残忍な事件でございますけれども、外で掃除をしていた、男性の方がおられました。でそしてその男性、道沿いを掃除していたんですけども、その道沿いにですね、車が通りますよね。でその車、いろんな車が通るんですが、その中で農業用の、農家さんが乗るような車、それでですね、男性2人がその車に乗って走っていったそうなんですよ。その時にハンドル操作を誤って、その掃除をしていた男性を引いてしまったんですね。大変なことをしたと。その2人でですね、急いでその農業用の車に男性を乗せて近くの病院まで運んだそうなんですよね。ここでね、救急車をなんで呼ばないのか、この辺りはその場所によりますから、例えばものすごく田舎だったら救急車を119番をしたらですね、逆に30分以上かかってしまう。でもこのまま車に乗せたら、もう10分で病院に着くよってこともありますからね、それは分かりませんので、この辺りの判断はいいのですが、その後病院に行きました。いろいろ手を尽くしたんですが、その男性亡くなってしまいます。ここからですね、少しずつおかしな方向に行くんですよね。その男性が亡くなりました。でそしてでは医療費どうしたのか、その男性をはねた2人がまずその医療費を全額そこで病院に支払うんですよ。でそしてその亡くなった男性を引き取ります、そのまま。ちょっと不思議ですけれどもね、はい、今ではあんまり考えられないことでございますが、ですがこの事件結構数十年前のそんなに古くない事件なんですよね。でそしてその亡くなった男性を引き取って、じゃあその後どうしたのか、火葬場に行きました。でそしてその火葬場職員と車に乗っていた2人は顔見知りだったんですよね。でおそらくなんですが、この辺りやはりだいぶ田舎のところだったのかなと、田舎の地方なのかなというふうには考えられるんですが、火葬場職員さんの顔見知りでちょっとこの方を火葬してくれと、頼んだ。でそして火葬場職員は分かったよということで、そのまま火葬してしまったという事件でございます。こちらもですね、通常であれば病院の方で死亡診断書というのを発行して、その死亡診断書を役所に提出して、でそして火葬許可証というのを必ずいただくことになっているんですが、どうも病院の方もでそして火葬場職員さんの方もその辺りをすっ飛ばして書類の手続きを全くせずに、でそして火葬をしたということ、この事件がございます。まあ今では信じられないんですが、要はこれは隠蔽でございますよね。まあ、内容はこういったお話なんですが、まあ、ただ見出しにね、被害者を火葬炉へというような見出しがありますので、まあ、やっぱりそういったところで生きたまま火葬をしてしまったというような、そういった誤解につながった、そして尾ひれがついて都市伝説になっていったという背景も、こちらもしかするとあるかもしれません。次に有名な火葬場の都市伝説といえば、遺体の金歯を盗む、こういった都市伝説でございます。皆さんこちらどうでしょう、ありえますか、ありえませんか。残念ながらこちらは過去に、そして現在ももしかしたらまだ起こっていることでございます。皆さん思ったかもしれませんが、こちらですね、本当に明治の時代からでそして平成になってからもですね、このような事件は多発ではございません。ものすごく珍しいことではございますが、やはり起こってしまっております。でその中でも火葬場職員が、まあ、ご遺体から何か盗むということがですね、日本国中に広まったとても大きな事件がございます。これは明治のお話でございます。時代背景もあるのですが、事件の内容だけをお伝えしますと、火葬場職員が亡くなった方のご遺体の頭部をトンカチで割って、その頭部から染み出た脳症、まあ、いわゆる脳を満たしている液体なんですけども、その脳症を取り出して売っていたという事件がこれございます。なんでそんなことするの、何のためにしてるの、売るっていうことはそれ売れるのっていう話ですよね。こちらですね、売れていたんですよね。でなぜそういうことが起こったのか、まあ、当時ですよ、今では考えられませんが、当時はまあその脳症もそうですけども、例えば人の臓器、肝臓だったり腎臓だったり、そういったものが万病に効くという都市伝説がまことしやかにささやかれていた時代でもございます。ちなみに一番最初事件が発覚した、こちらですね、理由いろいろ説がございます。とても古い話なんですけれども、まあ、その中でよく言われているのが、近隣の方が犬の散歩をしていた、犬が何か掘り起こそうとしている、何だろうと見てみた、人骨だったという、そういったところから事件が発覚したというふうに言われております。ちょっと待ってくれと、火葬場でしょ、もし悪いことをして脳症を取り出して売っている、でそれを隠したいわけですよね、火葬場職員さんはね、もちろん。となったら、じゃあ火葬してしまえばバレないじゃない、なんでわざわざその近くに埋めたの。これはですね、後に犯人の供述によりますと、火葬する薪代の節約をするためだったというふうに供述されております。さらにご遺体から金歯、貴金属も一緒に盗んでいたと。でそしてこの事件が発覚して、全国の火葬場で目が向けられました。他の火葬場でももしかしたらやっているんじゃないかと、そういえばあそこの火葬場、個人さんと一緒に何か指輪だったりとか、そういったものを一緒に収めたけど、お骨だけの時になかったぞ、もしかしてやってるんじゃないかと、やっていたんですよね。全国で何箇所かそういった火葬場が出てきました。で、まあ、そういったことがありますのでね、現在ではそういうことはもうほぼほぼございません。通常では考えられないことですが、そういったこともこれは実際に過去に起こった事件でございます。これはですね、火葬場職員だけのお話ではないんですよね。皆さんの中でお骨上げのでは遺骨の、回収というか、例えば骨壺にじゃあどれぐらい遺骨を納めますかとなった時におそらく2つに分かれると思います。はい、それは何か、個人さんの遺骨を全て納めるか、もしくは小さな骨壺に一部一部だけ納めるか。ご存知ない方もいらっしゃいますが、結構日本全国で二分化されております。全て納めるのを全収骨で、そして部分部分だけ納めるのを部分収骨というふうに呼んでおります。全国絶対にそうというわけではございませんが、主に関東関西でその辺り分けられております。主に関東の方では全収骨が多いで、主に関西の方では部分収骨が多い、でも九州の方ではやっぱり全収骨が多かったりとかするんですけれども、そういった形で、こちらだいぶ二分化されております。でその部分収骨の地域でございますけれども、この部分部分を納めるということは、ではその残ったご遺骨をどうするのという話があるんですよね。でこれは今現在もそうなんですが、残ったご遺骨はですね、いわゆる残廃業者さんというのがですねまたおられまして、でその方々が残ったご遺骨を最終的に回収して、でそこから最終的には合同埋葬地へまた埋葬されるというような、そういったのがあるんですが、でその業者さんはなんでそれしてるのと。でそれはですね、残ったご遺骨の中に貴金属の溶けたものがですね結構あるんですよね。で業者さんはその、遺骨ごとですね全て回収をして、でその中から貴金属を、抽出して、でそれで売り上げを上げて、でその代わりにその輸送だったりとか合同埋葬地へというところをやっているという、そういった、ある意味リサイクルのようなことを、こちらやっている自治体が結構日本全国でございます。その中でこの残廃業者さんもですねやはり、そういった事件がございます。でただちょっとこれは誤解なんですけれども、今残廃業者さんと言いましたが、この事件はですね元残廃業者の方です。どういうことかと申しますと、もともと残廃業者として、とある地域の遺骨の回収の仕事をしていた。ですが、ある時にですねその業者自分が外されてしまったんですよね。でそして他の業者さんがその仕事を請け負うことになった。自分の仕事がなくなった。金銭的に困った。でどうしたか、自分の知っているもしくは全く知らない火葬場、夜忍び込んで、そこで保存してある皆さんのご遺骨を盗んで、でそして山に入って、その中から貴金属を取り出して残った遺骨を山に捨てていたという事件、こちら平成の事件でございます。ということも、ございますので、こちらは確かに都市伝説ではございません。これは本当に残念ながらでございますが、ただここからね今現在令和の時代に入っております。令和のこの時代以降、もうこんな事件は起こってほしくないなと切に願う次第でございます。このように火葬場は人の死やご遺体と密接に関わる仕事でございますから、都市伝説になりやすいというのも確かに不思議なことではございません。ちなみにこの他にもですね、とても凄まじい事件が起こっております。この事件はですね、昭和の時代でございますけれども、とある火葬場で、そしてその火葬場は比較的規模の小さい火葬場です。でその火葬場で働いている方は主に2人で、1人は主に事務作業、もう1人は主に実務作業でございます。でその中でですね、とある日ご遺体が来られました。女性の年配の方が亡くなって来られました。でそして遺族さんも来られました。それではお棺をお納めさせていただきますと、言ってですね、でそして火葬炉にご遺体が入られます。扉が閉まります。ではお骨上げは何時間後の何時でございますと、その頃にまたお呼びしますということでアナウンスをおそらくしたでしょう。遺族さんたちは一旦その場を離れます。こちらですね、1日目の授業でもお話ししましたが、火葬場職員はその実際に火葬している途中を結構確認するよというお話をさせていただきました。でもこの確認する作業というのはですね、昔からそうだったわけではないんですよ。この事件があってから絶対にそういうふうにしましょうねという運用になっていったという、この時代背景があるんですね。何が起こったかというと、そこの火葬場職員さん、火葬の点火ボタンスイッチを押しました。その後何をしたか、1時間以上草むしりをしていたそうです。なので火葬途中全く見ておりません。でもこれは時代もあります。その時代は結構そういう運用している火葬場が多かったようです。で、時間だけを見てですね、もう火葬終わっているだろうということで遺族さんたちを呼びます。それではお骨上げを始めさせていただきます。扉が開いて台が出てきます。真っ黒になった個人さんが出てきたという事件でございます。これはですね、僕も実際にその資料を読ませていただきましたが、まあ少しね、なぜそうなったのかなというところはあります。例えばその、点火ボタンを押したのであれば、消火ボタンも普通その時代だったら押すはずなんですが、そこは気づかなかったのかなというふうには思うんですがね。じゃあなぜ生焼けで出てきたのか、これはですね、点火ボタンスイッチを押してだいたい数十分後にバーナーの故障で火が止まっていたそうです。その止まっていたことに気づかずに草むしりをしていた。ここはちょっと僕の憶測もあるんですが、その後実際に焼き場、炉裏っていうんですけどね、仮装するところに行ってですね、でもう火が止まっているので、あ、もう自分は消火ボタンを押したかなというふうにもしかしたら勘違いされたのかもしれません。とにかく仮装途中で火が止まって個人さん真っ黒な状態に気づかずにそのまま遺族さんの前に出してしまったと、そういった事件でございます。こちらはですね、遺族さんの気持ちを考えると本当にいたたまれない、ものすごくショッキングだっただろうなというふうに、僕は感じております。でその他にもですね、例えば皆さんお骨上げを始めますと言って、台が出てきました。お骨がないというようなこと想像できますか？こちらもですね、なんと数年おきに実は起こっているんですよね。でこれはどういうことかと申しますと、主に部分収骨の地域の火葬場でよくあることなんですが、先ほど言いました個人さんのご遺骨の一部一部をお骨上げして、で最後残りますよね。ということはお骨上げ後とお骨上げ前って、ちゃんと見れば分かります。当然のことながらね、分かるんですが、パッと見では分からないことも多いんですよ。でそれでどういうことが起こるか、お骨上げまだしていないご遺骨小骨を掃除してしまったっていう、そんな事件でございます。これは本当に令和になった現在でも起こっている事件でございますので、これからもこういったトラブルミスが起こらないように、もっともっといろいろとこれは検討していくべきところではないかと僕は思っております。では次に、実際に私が体験したり見聞きした印象的な出来事を紹介していきたいと思います。これを聞けばより火葬や葬儀の世界が皆さんに分かっていただけるんじゃないかなと思っております。例えばなんですけれども、身寄りのない方、そういった方火葬した時ってどうするんですかと、そもそもですね、その火葬場職員とですね、その笑いとは程遠い世界で働いております。というか絶対に笑ってはいけません。寝台車霊柩車が入ってきた瞬間に、すいません、何の曲かはちょっと僕は言いませんが、結論はですね、僕は幽霊はいる派でございます。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録お忘れなく。